北儀時代に建立された石造密演式多層塔である笠岳寺塔。これ以前の塔はほとんどが木造であったが、11世紀以前に建てられた木造仏塔の原尊例は中国にはない。笠見学児塔は中華人民共和国河南省東方市に建てられた北魏時代の仏塔である。すせの南六に位置し、520年に建立された中国最古のレンガ塔である。 笠竹寺は元、北義皇帝の離宮で、まず520年に仏寺となって環居寺と名付けられ、620年に寺名が笠竹寺に改められた。寺は、東大以降執られ、寺頭以外には、信代の遺構がわずかに残るのみとなっている。仏教の普及は、中国建築に大きな影響を及ぼした。仏教は中国に入ると急速な広がりを見せ、六世紀には、 すでに中国全土に行き渡っていた。様々な側面から仏教崇拝の影響を受けた中国文化はそれらを使用し取り入れて自らの伝統と混合した新たな形を作り出した。南アジアに見られる森土型のストーパは中国で老閣型の建築となり内部に仏舎利が収められた。カサミ学寺塔は外部が十二角形の特徴ある外観となっている。 多角形の各辺は上部ほど短くなり、塔は全体として細くなるが、これは側部が直線であった従来の中国建築様式をストーパに応用しようとしたものと考えられる。特に5世紀中頃から10世紀にかけてのレンガ塔は、運行石窟壁画にも描かれているように、ガンダーラ地方からトルクメニスタン地方にかけての中央、アジア型ストーパに類似しており、 長い年月をかけて仏教由来の様式が中国建築に取り入れられていった様子が伺える。笠見学寺塔は十二角形の平面を持つ十五層密矢倉式レンガ塔である。高さは約40メートル、地上部分の直径が10.6メートル、壁の厚さが2.5メートルとなっている。黄色味がかったレンガが使用されており、粘土材で固定されている。 笠見学寺塔が建造をされた以前の北義時代はまだほとんどの仏塔が木造であり現存するものではこの塔が最古のレンガ塔である。単純な祈願状に建てられた笠見学寺塔は密円式の多層塔に共通の特徴として書層が高く取られており中間で疑似的な路台が備えられている。東西南北の出入り口は書層のほぼ4分の3の高さを占めている。 周囲には多数の飾り窓や飾り扉があり、窓の装飾には獅子や茶瓶の彫刻が施されていて、扉の支柱下部にはレンゲ座が付けられ、中東には宝珠またはレンゲ模様が彫られている。第二層より上は小型の飾りレンゴ窓が続く。数箇所にのみ開けられた実際の窓が等身内部に光を取り込んでいる。各層の上部は、 密に組まれた土壌を思わせる外観となっている。島内部には円筒形の壁があり、発層構造となっている。壁から所々露出している石が、そこに木造の床があったことを推測させる。内部は初層のみが十二角形で、第二層以上は八角形となっている。2010年7.8月にブラジルで開かれた世界遺産委員会にて、東方周辺地域にある、 笠竹寺等を含む8箇所11点の歴史遺跡物件が天地の中央にある東方の史跡群として新たに世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。